こんにちは。今お昼です。NTT とか KDDI よりね、ソフバンって希少性が高いよって話がもうこれからできるので聞いてくださいね。ソフバンの利確についてちょっと考えてみたんだけど、ドルコスト平均法ってありますよね。そのね、ドルコスト平均法的な利確、ソフバンだったらできるんじゃないって、そういう話でございます。JT のね、減配がありましたよね。代表的な高配当株でした。ここと対比してみて学んでみましょうね。はい。ソフバンだとドルコスト平均法的な利確ができるってこれなんじゃらほいって思うと思うんですけれども、まずね、ドルコスト平均法的に利確するっていう話についてきちんと定義をしたいと思います。これね、ソフバンの特性がなせる技でございます。でね、この特性からソフバンはすごいなぁと私思ってるわけですよ。でね、高配当の典型である JT はこういうふうにはいかないよってことをね、お分かりいただければ、ソフバンがね、いい株だなーって思えるんじゃないかしらと思ってます。さらにね、孫さんがついに言い出しましたよって、去年の今頃だったら大貧縮買ってたろうなーって、そんな話をしますね。ここがね、ソフバンのすごいところの根源になりますからね。そして、ドルコスト平均法的利確ができるんだけど、じゃあね、NTT とか KDDI でもやれるんじゃないかしらってところについてちょっと検証してみましょうね。そしてやっぱり一線を画すなーって感じで、希少性が高いよってことをね、ちょっとね、皆さんと一緒に確認していきませんか。あとね、ソフバンが嫌いな人、まあ私の動画見てくださる方には少ないと思うんですけどね。見なくてもいいよなんて言いませんよ。見ていただければありがたいんですけれども、ほんまそんなことあんのぐらいで、もうふふふって感じでね、笑い飛ばしてくださいね。じゃあいきますよ。はい、まず1個目。ドルコスト平均法的に利確って何ですかってことですね。本当にソフバンの特性が出てるんですよね、ここ。はい、ドルコスト平均法、ちょっと復習しましょう。私自身、楽天証券のね、積み立て NISA で S&P500 を買ってございますよと。これがまさにね、ドルコスト平均法になるわけですよ。毎月ね、33,333 円か。を定額で買っていくわけですよね。で、株価が安い時にはたくさん買えますよって。で、株価が高い時には少ししか買いませんよって感じでね。自動でね、安心して投資ができるわけですよね。まあ、平均的なね、いい感じのね、価格をね、20年続けてね、買い続けることができるんで、こうなるとね、高確率で勝ちますよ。まあ、そんな理屈があるわけですね。ちなみにね、過去平均、アメリカのね、投信の類の平均がだいたい 4% だって言われてまして、これ、複利で回すとどうなるかと言いますと、電卓でね、1.04 って入れて、かけるかけるを2回入れて、そしてね、イコールを19回押してください。そうするとね、複利で 1.04%、20年分どうなるかってことが分かります。するとね、2.19 になるんですよ。どういうことかというと、2.19 倍に増えますよってことね。だからこのぐらいのリターンはね、期待できるわけですね。で、ほったらかして購入するっていうことについては、まあまあ大丈夫なわけなんだけど、私のね、積み立て NISA の S&P500 ってね、配当がゼロなわけですね。なので、利確するときには一苦労するわけですよ。ね。でね、ソフトバンクってさ、逆じゃないかっていう、そんなことを考えておるのよ。ほい。どういうことかというと、ソフトバンクをね、ドルコスト平均法的に、自動購入できるかなと一瞬ちょっと考えてみたんだけど、あれね、1株単位で、公正に取引ができればね、いいなと思ってるんだけど、そうはいかないわけですね。楽天証券のなんだ、積み立てNISAみたいな感じで、自動で買い続けられればいいなってね、毎月ね、少額でね、いければなと思うんだけど、でもね、1株ね、今1400円ぐらいでしょう。だいたい普通に楽天証券で買うと100株単位ですよね。だから14万ぐらい。プラス手数料かかっちゃうわけですよね。これだとさ、月100万ぐらいは投資しないとね、ドルコスト平均表にならないよね。で、自動で20年ぐらい続けられますか？これちょっと現実的じゃないよねと思いますよね。ではと、手数料無料のさ、小口投資ができるほら証券口座あるじゃないですか。ほら、日本でもロビンフッドを真似してさ、今やってるのがあるでしょ。あんなのどうですかってちょっと考えたんだけど、ほら、顧客情報がさ、大口にさ、漏れていて、そこでお金もらってるって話が出て、大問題になりましたよね。SBI もね、似たような話があったんですよね。だからなんとなく嫌じゃないですか。だからね、ドルコスト的な買い方をするのは難しいよねって思うわけですね。でも逆に利確は楽だよっていうことをね、思ってるんですよね。ソフバンだとね、利確の心配はもうあんまりしなくていいのかしらって思ってるの。なんでかっていうとね、ドルコスト的な利確が可能なんじゃねーってね、いうことですね。いうことですねって、やっとここまで来ましたね。なんか私は話長いよね。反省。一般的な高配当株っていっぱいあると思うんだけども、ソフバンは特殊だなって思ってるんですね。まず配当方針がしっかりね、利益の 85% を配当すると明言しているというところ、プラス、高成長ですからね、ソフトバンクってね。なので、IPO 間もない成長企業にもかかわらず、利益の 85% を配当するって言っている、まあまあ希少な珍しい企業なんですよね。で、具体的に何言いたいかっていうとね、こういうことね、成長します。高成長企業です。で、その成長分を 85% 一定率で還元するっていうことなので、自動的に利確してる感じがしませんか？これをもってドルコスト的利確というふうに私考えてるんですね。で、この凄さっていうのがね、高配当の典型企業である JT と比べてみるとお分かりいただけるんじゃないでしょうかね。ちょっと一緒に学んでみましょうね。はい、2個目いきます。ソフバンの凄さは利確でもってやつですね。高配当の典型の JT から学べるよって。はい。これ、経営方針です。株主還元方針を変更しますよっていうことが、これJT の経営計画2021から持ってきたんですけどね、明言されてまして、ざっくりこちらがね、配当成功 75% を目安とするって、もう打ち出したんだけど、一見良さそうでしょ。でね、2021年度において1株当たりの配当をリベースし130円の予定となった瞬間に市場がびっくりしたわけですね。なんじゃこりゃっていう大事件ですよね、これね、ある意味ね。で、前期がね 88% の配当成功だったわけですよ。 75% にね、十分高いと思うんだけども、ガカーンと落ちたわけですよね。ちなみにね、75% になっちゃうと、トップレベルの配当成功からね、転げ落ちちゃうんですよ、ここになっちゃうの。ちなみに 90% 以上の配当っていうのはもうタコ配に近いものがあるんで、これ無視してくださいね。日本トップランクの配当成功の実績があった JT が、セカンドランクというか上から2番目のラインに落っこっちゃうんですよね。当然ソフバンはね、ここですよ。トップレベルですよ。なんて 85% ですからね。で、ほら、こんな感じになっちゃって、これね、これ、減配になるよっていうことは、うすうすさ、もういずれこの時代が来るよってことはお分かりいただけてたと思うんですけどね。だって、連続で減収、連続で減益、成長戦略も新しいことないよって感じでね、早めに判断してね、十分ね、いい時期があったから、利益得られたと思うんですよね。だからある程度、もう利益得られた方は、もうその利確を完全にするべきなんじゃないかなと思うわけですよね。で、これ、このね、業績をね、継続観察していくことによって、減配来るなってことはある程度わかるわけですよ。株価の予想は無理ですけどね、業績を見てさ、これはそろそろ配当を減らさざるを得ないなってことについては、一応私ね、公認会計士2、30年やってたんで、ある程度わかるんですよ。ここは自信ありますね。特に配当の変化率とかさ、増えが徐々にちっちゃくなってきてて、もう横並びになっちゃって、もう財務状態、経営成績見るとね、そろそろ減配だねってことがね、なんとなくね、予想できるわけですよ。で、早めにね、もう手放した人の勝ちですね。で、これね、成熟企業の宿命でもありますよ。何かしら新しいことをやってるかってところはね、経営戦略で見なきゃいけないんですが、ただね、これ、将来性がありっていう主張を今でもされてる方もいらっしゃってね、あながち間違いじゃない。あながち間違いじゃないってこと、その人が絶対間違ってると私は思いませんよ。ほら、JT 株の強みってね、まあ、こういうことを言われてるわけですよね。一応もう読みませんけどね、お時間になる方はちょっと動画止めて眺めてみてください。もうこれおっしゃる通りなんですよ。で、これがね、去年の9月の記事なんですけども、まあこれね、投資、資産運用入門セミナーだから株を売らなきゃいけないわけですよね。だからまあいいところがまあいっぱいこう挙げられてるんですけどね、まあ嘘じゃないですよ、もちろんこれね。でね、今でもですよ、この前ってもうそんな昔じゃない時にちょっと調べたところ、JT がね、今でも大丈夫だよっていうね、著名なというかよくわかんないんだけど、まあ、その有名な、まあ、投資顧問 YouTuber 様がね、おっしゃってましたよ、大丈夫だみたいなことね。これで、この YouTuber 様ね、この投資顧問の方は、ソフトバンクをね、早々と携帯値下げ騒動の時に損切りしてらっしゃるんだよね。いやね、これ、正しいとか間違えてる、そんな話はこれは置いといて、もう考え方ってね、人それぞれだなってちょっと思いますよね。でもね、数字は正直なんだよってことを私は申し上げたいな。はい。だってさ、これ民株から持ってきたんですけどね、明らかに売り上げが低迷、もう伸びない感じするでしょう。今期予想がね、まあ、減収になるって話でしょ。それから当然営業利益もね、ずっと下がってきてて、予想が下がるよってことでしょ。まあ、経常利益の予想は出てないんだけど、純利益もね、減益の予想だよ。そうすると1株当たりも下がるだろうね。1株当たり利益もね。それは減配になるよね。ああ、1株当たり利益、ほら、じわ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 下がってきてるわけですよ、こんな感じでね。それはね、減配になるよ。ちょっとしつこいな。でね、自己資本比率がさ、ね、こうじわ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 下がってきてるわけですよね。まあ、12分に高いんで、まあ、倒産とか全くね、心配する必要はないんですよ、当然ね。だから株主としてはさ、特に高配当を期待して持ってるような場合はね、どうかな。ある程度利益が出たらね、いいタイミングで、他の、次なるこの、高配当、有料株に乗り換えるっていうのも、まあ、手なんじゃないかなと思うわけですね。はい。収益性ってほら、リターンアセットとかリターンエクイティね、減ってきてるからな、なんかな、ね。でね、成熟したらやっぱ衰退していくっていうのが、まあ、世の常じゃない。でね、これ、十分いい時期があったから、リターンはやられてたと思うんですよね、長く持ってた方ね。でね、今後ね、どうなるのかというと、まあ、革新とかしない限り、まあ、成長は難しいわけですよ。いや、私が偉そうなこと言うまでもなく、そんなの分かりきってるって言われそうだけど、まあそういうことですよ。だからこれからね、長期保有を考えるのはね、何かしら確信がない限りはね、やめといた方がいいかなって思うわけですね。で、成長するにはやっぱり新しいことをやり続けるしかないわけですよね。これもそんなこと分かってるって言われそうだけど、で、孫さんがついに言い出したって話、新しいことをね、とうとう明言しだしたよって。去年の今頃こんなこと言ってたらね、大貧縮だったなーってことをちょっと思ったんでシェアしますね。はい、これがね、ソフトバンクの配当方針でございます。とにかく減配はしない方向で頑張るぜって。要するに利益を出し続ける、増やし続けるってことね。だって配当の還元の成功を 85% 程度キープするって言ってるんだからね。毎年減配をしないってことは利益が増えるってことですよね。これね、IPO 間もなき、かつ成長企業なのにこんなこと言うところってあんまないですよ。ちょっと後で確認していきましょうね。はい、ソフトバンクの決算。これ民株ですね。当然増収を予想してて、増益になるよってことね。もう値下げ騒動なんて吹き飛ばすわけですよ。で、まあ、経常のね、経常ってちょっと言っちゃった、経常利益をね、経常とね、かっこつけて呼ぶんですよ。会計業界はね。で、純利益の方もね、当然増益なわけだ。いい感じですね。でね、JT との差っては戦略に表れますよね。脱携帯で高成長するぞってはっきり言ってますからね。また JT だとさ、タバコをやめて成長するぜみたいなことを言うようなもんですもんね。そしてこれを支えるのがソフトバンクグループのね、ビジョンファンド日本展開ってやつですよ。でね、ほら、総資産がね、ガンガン増えてるでしょ。だから企業規模がガンガン大きくなってるんだけど、純資産はね、額はね、減っちゃいませんよ、そんなにね。むしろ増えてるぐらいですね。なのにもかかわらず、自己資本比率をどんどんとね、こう意図して減らしてるわけですよ、これ。高配当をね、高配当で行くぜという、その経営戦略のもとね、自己資本をちっちゃくしてるわけですよ。で、リターンオンイクイティ、自己資本利益率がドカーンと上がって、リターンアセット、総資本利益率がね、ガーンと下がってて、綺麗なバッテンになってますよね。もう明確に政策っていうか、経営法人が出てますね。これもう高配当で高成長の理由でもあるわけですよ、これね。ここね、これリターンイクイティがね、もう急激に上がってますからね。この短期間でですよ。で、借入コストよりもね、資本コストが高いですよっていうのは、もうこれはもう世の常というか、もう常識的にこう言われてます。ソフトバンクの社債ってね、えらい高いけど、2% 弱ですよ。私も持ってるけどね。それに比べるとね、配当の方がうんと高いわけですね。で、低金利時代だから安く資金調達するぜと。うちはもう他人資本、負債で資金調達してガンガン稼いでいくぜと。で、ファンドビジョンファンドだ。日本で展開しますよっていうことで、成長した分が、ね、配当と高配当としてソフトバンクグループ親会社に資金を供給してね、またビジョンファンドというノウハウを入れてもらってっていうような、後でちょっとまとめますけども、そんなサイクルを見て取れると私は思うんですけれど、皆さんどう思われます？後でまとめますからね、ここではさらっと流しますね。はい。で、これソフトバンクの資料ですよ。ねえ、孫さんのね、ビジョンファンドの輸入をして、ソフトバンクがね、高成長を遂げてるよっていう、これずっと同じこと言ってますよね、ソフトバンクはね。で、これはまたソフトバンクの資料でございますよと。新しいことをやってきて、ビヨンドキャリアだよってね、言っててね。今回はね、この前の決算説明会3クォーターね、教育がね、ドーンと出てきましたよね。これからね、5G の本格化がね、進展するにつれてね、もっともっと成長するんでしょう。でね、日本で新たなことやってますってね、祖父が言ってるわけですよ。教育がね、こう、ちょろっと出てきますけどね。はい。で、今度はね、ソフトバンクグループの方の資料を見ましょうね。去年の今頃ね、ソフトバンクグループがボロボロでもう潰れるんじゃないかとかさ、言われてたわけですよ。そのタイミングでこんなこと言った日にはね、ソフトバンクも道連れにするかって言われて、もうボコボコにされたっていうような気がするな。で、それに対してね、今年も絶好調でしょ。だからついに出したねって、そんなことを思うわけですよ。はい。これね、ソフトバンクグループの方の3級の資料ですからね、3クォーターのね。ほら、PayPay、ビヨンドキャリアーって言い出したよ。なんだかね、ソフトバンクの決算資料と同じようなことをソフトバンクグループの資料の中でね、言ってんだもん。ほい。ほら、ビヨンドキャリアでしょ？ソフトバンクを引き合いに出したよ。これ、私ね、これ初めてなんじゃないかなとちょっと思うんだけど、勘違いかな。でね、日本におけるプラットフォーム、これソフトバンクグループの方ですよ。ソフトバンク KK でしょ？ヤフー、LINE とかさ、もうはっきり言っちゃったね。でね、ビジョンファンド頑張るぜってさ。ということで、低金利時代安く資金調達っていうところから、ね借り入れをね、ガンガンするぜ、社債をガンガン発行するぜっていう方向で資金を調達し、で、孫さんのところからノウハウを入れてね、ビジョンファンドを日本で展開するような感じになるわけでしょ。で、高成長を遂げて、成長した分をもう利益の 85% 配当しますよと。その配当はね、親会社であるソフトバンクグループにドーンとね、流れていくわけだ。そしてまたソフトバンクグループがビジョンファンドで頑張ってノウハウをね、どんどんとこのビジョンファンド日本、ソフトバンクの方に落としていくというような成長配当の循環するようなモデルが構築されてるなってことがね、私が偉そうなことを言うまでもなく見て取れますよね。はい。で、一番最後いきますね。ドルコスト的利確ができる希少株ってどんなのって。ここでちょっと NTT と KDDI とね、ちょっと対比してみますよ。はい。これね、KDDI の前期配当成功。4割ちょいなんですよ。これ NTT も同じレベルでございます。だから、ここに入るのね、NTT と KDDI ね。ソフバンはね、ここだからね、なんとかな、そのドルコスト的利確、ソフバンみたいにやるにはね、ちょっとこれ引きすぎかなって感じですね。まあ、従来の配当方針としての王道を歩んでるわけだよね。KDDI も NTT もね。決して悪いことじゃないですよ。でもね、ドルコスト的利確はちょっと難しいかなと思うわけですよ。はい。でね、これ NTT ドコモね、過去の話をしなきゃいけないんで、それね、NTT ドコモの資料があるからまだね、使わせてもらってますよ。これ、ダイヤモンド、JP、アーティクル、こちらから持ってきましたけどね。これ、ドルコスト的な利確はちょっと無理だと思いますよ。従来の王道とね、いうかね、まあ、普通というか、いい感じの配当政策を取ってるわけですね。いい感じっていうのが、安定配当ですよと。増配を継続しますよと。これによっていい印象がね、市場に行き渡り株価が維持されますって、まあ、そんなことをやってるわけですね。だからドルコスト的利確じゃないわけですよ。はい。そして KDDI も似たような感じでございますよと。こちらも同じですね。安定して増配を続けて株価の維持を図るという感じですね。だから儲けた分のほぼほぼ全部配当したよっていうような感じじゃないから、ドルコスト的利確も難しいよっていうのをね、NTT 同様ね、お分かりいただけると思うんですよね。はい。ソフトバンク、ドルコスト的利確が可能だよーっていうことなんだけど、一般的な高配当株とはね、やっぱりね、一線を画すわけですよね。私が知る中で、こんなのソフバンだけかしらと思う、本当に希少性の高い優良株かなってね、そんな感じですよ。でね、買う時よりも利確が難しいよねっていうのがね、まあ、常識というか常ですよね。だからソフバンの場合ね、上手に買ってさ、この前の POM の時のような感じでさ、うまく買って、あとはね、長期保有しとけばさ、当面問題なわけですよね。だってね、成長した分を定率で自動的に利確してくれるようなもんでしょ。毎年毎年ね、年2回さ、配当がドカンドカンと入るわけだ。さらにこれね、安心安全ナンバーワンだよっていうことがね、裏打ちとしてというか、この裏返しとしてあるわけですよ。そりゃそうだよねって。だってさ、ソフバン超軽量、軽いわけですね。自己資本をガンガン還元するような経営方針とってるからね。どういうことかというと、暴騰とかね、暴落に対する耐性がすごいわけですよね。乱高下しないっていうことはいいことですよ。だって例の疫病でさ、たった 13% しか落ちなかったんだよ。市場が3割以上落ちてるのに。ね、これどういうことかというとね、ソフバン自体の企業の成長性は高いんですが、株価は安定成長なわけですね。これ、さて何かっていうと、それが高配当ってことなんですよね。だからもう、利確しているのなわけですよ。規則的に毎年ね。でね、1500円いかないな、じれったいなって思うんだけども、いやと。行かなくてもいいのよって。だってさ、企業成長の割に株価は低いなって思っても、株価は安定成長してくれて、その差額がね、高配当で、ね、利確どんどん毎年して、自動的にお金が入ってくるんだもん。だからいい株だよねってちょっと思ってますよ。皆さんどう思われます？あ、また長くなる。聞いてくださってありがとうございました。それではこの辺で失礼いたします。ごきげんよう。